今日はですね、この奈義町にね来てます。で、まあ、この先ずっとね行けば、鳥取県に入るんですけども、その行く道中にこの24時間営業の自動販売機コーナーっていうのが存在します。何度かね撮影したんですけども、だいたい一部というか何かのついでに撮影したとかいう感じなんですけど、今回はねちょっとここのお店を中心に撮っていこうかなと思います。以前来た時はね、おそらく真夜中だったかな、鳥取県を越えて島根県に行く旅の道中で寄ったんですけども、ちょっと入っていきましょう。こんな感じです。ちょっと休憩室的な感じで、残ってるんですけども、以前はね、この今壁閉まってるんですけども、この先にもね自販機コーナーがありました。で、その当時はトーストのね自販機あったりとか、まあ、うどんラーメンのね看板が残ってるので、その昔はうどんの自販機、ラーメンの自販機あったのかもしれません。注文してみましょう。閉めないとダメなパターンですね。閉めないとですね、購入後3分間のみ給油できます。うん、うまっ。
よし。はい、というわけでごちそうさまでした。なんか関係のね人がいてて、まあ昔は本当にトーストラーメン、うどんの自販機がたくさんあったということです。で今もねこのカップヌードルの自販機、まあちょっと直したとかあるんですけども、まだちょっとねボタンが壊れてたりとか、なんかまだ不具合があるそうで、結構ねメンテナンスとかそういうのは大変で、今の時代は、なかなか厳しいものがあるということです。でこれまだ残ってるってのもやはりこういうの、ね、自販機というかこのドライブインチックペンダーショップのね好きな人がいるから、まあ、こういう感じまで残ってるということでした。よく分けてありがとうございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。